音の木坂学院では私が生徒会長。あら、ずいぶん早かったわね。約束の時間まで待ちきれなかったのかしら。いいわよ、ちょうど準備も落ち着いて暇だったし、相手してあげるわ。ようこそ不思議の国のお茶会へ。今日は私、白猫があなたをエスコートしてあげましょう。なんてね。どう？なかなか様になってるでしょ。この日のためにみんなで練習したのよ。いつもと違う雰囲気を大事にしたいから、こういうのはきちんとしなくちゃね。カフェの中は普通に見える？本当にそうかしら。ちゃんと今日のために準備してあるのよ。不思議の国をイメージしたものになっているから、楽しみにしていてね。ひとたびお茶会が始まると、絵本の中のような世界が現れるんだから。花代と小鳥が作ってくれたカトラリーケースなんかも本当に可愛いのよ。私も真似して作ってみようかなって思ったくらい、小さい頃読んだ本の世界を自分たちで再現できるのって嬉しくなっちゃうわね。私たちのおもてなし、心ゆくまで楽しんでね。